内藤古生は日本の航空技術者、中島飛行機の設計部員、富士重工業の取締役、東海大学の教授などを務めた。戦前は環状偵察機、採雲、戦後は国産初の量産型ジェット機 T-1 の設計などを手掛けた。第二高等学校、大阪帝国大学数学科を経て飛行機の研究をするため、 東京帝国大学工学部航空学科に入学。1937年3月、東京帝国大学工学部航空学科を卒業。同期は、東城テルを、高山翔一、渋谷岩などで、花の12年組と呼ばれた。卒業論文は、翼性能に及ぼす乱れ及び、規模効果の影響。中島飛行機社長の中島竹平から連絡を受け。 同級生の渋谷岩尾と共に向かい外車訪問で入社が決まった。環状偵察機採運1937年4月、中島飛行機に入社。海軍の高速偵察機、採運、ジェット戦闘機、立花の設計などを担当する。排気管を後ろに突き出して推進力を向上させる排気ロケットを採運で初めて設計、提案した。これは日本の試みで、 20ノットほど速くなるという効果が見られ、対戦末期の陸海軍機のほぼ全てに採用されている。その他、超大型爆撃機、富岳の基本計画に従事したが、試作中に中止になった。その後、小泉製作所の工場で量産機の生産部門を担当する。終戦後は、航空機開発が禁止され、中島飛行機が分割された後継の会社にいた。 航空再開後、富士重工業で国産初の量産型ジェットキナス -1 の開発責任者として指揮した。同期の設計にあたっては、安定操縦性を重視し、実現性の早いことを念頭に置いて設計したという。また、軽飛行機 FA-200 の設計などをした。渋谷岩尾と共に、富士重工業航空部門で活躍。1962年、 同社取締役宇都宮製作所長となる。退社後、東海大学教授となり、空気力学などを教えた。主な著作に、飛行力学の実際がある。2001年度、財団法人日本航空協会より、戦後初の国産ジェット機 T-1 設計など、航空機技術の向上に貢献し、日本の航空界に新風を送り込むなど、 戦後の航空技術の最高に尽力されました。として航空カメレーションを受賞。ありがとうございます。